今回は単語のスパニッシュドラッグからクローズして PP を踊りたいと思います。では初めに踊ってみます。クイック、クイック、スロー、ポイントですが、首幅、そして、股関節、仙骨の幅ですね。仙骨の幅、この幅を意識して動いていきます、非常に狭い幅ですね、では少し説明します、まずこの仙骨が右足の上で左回り、そして体重移動が始まり右に動いていきます。クローズの時にまた左に動いて PP でまた右に動きます。女性も同じように、最初左回りですね、そして右足に移動して右回り、そこからクローズで左回り、 PP で右回り、仙骨が動いていきます。これを意識してもう一度やります。クイック、クイック、スロー、悪い例も一度やってみます。クイック、クイック、スロー、これはホールドが動いてしまって仙骨が、全てが、ね、こう一体になって動いてしまっているので、より小さい動きでやるようにしてください。以上です。